皆さんこんにちは。ウカレスに JR 東日本東京駅丸の内に来ております。いつもこの構図から撮ること多いと思うんですけども、実はね、あさってから海外行くんですけども、ちょっとパスポートを大阪に取りに行かなければなりません。取りに行かなければならないというか、今ちょっと預けてましてね、ビザの関係で、で明日受け取りに行くということで東京から大阪に向かいます。で今回もね、寝台特急サンライズで帰ろうかなというふうに思ってます。あさってから行く海外でもまた向こうで夜行列車とか多分乗ると思うんで、日本の直前に夜行列車っていうのを乗って、海外でも夜行列車乗ると、じゃあ日本と海外の夜行列車の違いが、刻に分かるんじゃないかなということで乗っていこうと思います。ちなみにね、今日サンライズ号を乗ると2022年度59回目の乗車ということで、今年はね60回サンライズ乗るって決めてたんですけども、あと1回乗ればいいんで、帰国してからね、またすぐサンライズ乗ったらとりあえず目標は達成という感じになります。で今回なんですけども、サンライズ瀬戸号を使います。東京から高松、今日日曜日出発なので高松行きの寝台特急サンライズ号、こちらで終点の高松まで乗っていきます。高松着いた後はマリンライナーと新幹線で大阪に行くといったような感じです。で今回もねソロ取ろうと思ってます。まだ切符買ってないんですけども、今日は全然空室あるみたいなんで、ソロ個室を抑えて今回行くんですけども、もうね正直サンライズに関してはネタ切れでして、もう何もやることが特にないということで、今回はどうしようかな。前回ね、JR 西日本区間で起きるってことをやったんですけども、じゃあ今回 JR 東海の区間ですね、たまには JR 東海の区間をしっかりと起きておくっていうので、今回やっていこうかなと思います。JR 東海全区間というよりかは、名古屋通過までは今回起きて見届けます。で、名古屋から先は寝るといったような感じでちょっとやっていこうと思うので、よろしくお願いします。というわけで、改札の中に入ってきました。すでに列車は入線しています。21時25分ぐらいにサンライズ号は入線してきます。今日のところはね、本当にサンライズについて、その詳しく部屋の紹介とかっていうのはしないので、そういった動画を今まで何本も上げてるんで、そっちで確認してください。あくまで今回は車窓を中心で行きます。サンライズ瀬戸号の、ソロ個室の下段ですね、上段はもう取れませんでした。なんやかんやでね、禁煙は全部埋まってますね。喫煙だけ、あとシングルに空きがある、そんな感じのサンライズ号です。日曜日の下りなんですけどもね。サンライズ瀬戸号高松行きです。一応飲み物と甘いものだけ買っておきます。車内販売とかはないですからね。これで終点高松まで向かいます。高松には明日の朝7時半ぐらいに到着です。というわけで部屋の中入りました。今回3号車17番個室ですね、ソロ個室の下段になります。下段なんでめちゃくちゃ狭いです。ソロね、上段は好きなんですけども、下段はね、あんまり好きではないっていうのが正直なところ。荷物置くところがないので、リュックサックとかでも結構きついぐらいなんですよね。コンセントは、こんな感じで、下に一発ついてますけども、こんな感じの狭いお部屋で、今回は高松まで向かいます。この出っ張りはね、上段への階段です。部屋の中に落ち着きました。上段だったらソロでもね、この上の部分になんか収納スペースみたいなのついてるんですよ。棚みたいなのがあるんで、そこにリュックサック突っ込むことできるんですけども、下段に関してはね、そういったスペースもありません。なのでもうここ、今指さしてますけど、ここにリュックサック、この隙間のところですね、置くしかないんですよね。ここにカバンとか置くと、コンセントからね、こんな感じでタラッとね、この iPhone とかここに置けたりするんで、そういった面ではちょっと使い勝手いいなと思ったりもするんだけども、とにかくソロの下段に関してはいつも言ってる通りかなり狭い部屋ですから、初めてサンライズ乗るんだったらやっぱシングルにするのがいいと思います。選手は値段変わらないですしね。秘密基地みたいな狭い部屋が好きな人はここがいいと思います。料金なんですけども、9900円です。寝台料金、特急料金が。それプラス乗車券が必要なんで、東京から高松までだいたい2万円ぐらいですかね。この一番安い個室で行くと。今日スイッチがこっち側になるんで、こんな感じでパツパツと電気消すことができるし、ブラインド閉めるとね、もう真っ暗な状態を作り出すことができます。夜行列車はね、やっぱり電気消して、で外のね、夜景見ながら行くっていうのが楽しみですから。今日はね、そんな感じで名古屋まではね、頑張って起きておこうと思います。やはり周りからの視線がすごいですね。目立ちますもんね、14両のダブルデッカーとなれば。21時50分になりました。東京駅を出発。サンライズ瀬戸号は四国、サンライズ出雲号は山陰に向かいます。こうやってね、いろんな人に見られてね、サンライズ号の存在を知ってもらって、あ、こんな列車あるんや、乗ってみたいなみたいな風に思われてね、利用者が増えることを願ってます。もう最近サンライズめちゃくちゃお客さん乗ってますけどもね、鉄道マニアばっかりがね、乗ってるんじゃないですよ。むしろ鉄道マニアなんか少数派で、ほとんどが普通のなんか旅行者って感じの方ばっかりです。もうね、1年間で60回ぐらい乗ってるとね、もう乗客がどんな感じなのかっていうのもね、だんだん分かってきますからね。ちょっとマウント取っときます。
今日はしばらく寝る予定はないので全然いいんですけども、かなり検察時間かかってますね。まだ横浜到着もう前なんですけどもね、検察来てません。早く寝たい時はねちょっと厄介なんですけども、まあでも検察もね、車掌さんも1人2人しかいないんで、全部の部屋を順番に回るんで、もちろん仕方ないですからね、もうぐっと耐えて待ちましょう。今川崎横浜間走行中です。サンライズ号、少し前まではね東京駅22時発だったんですけども、今21時50分発、10分東京駅の出発時間早くなったんですよね。ただまあ JR 東日本の管内だけ時刻変更というのはあったんだけども、熱海から先の東海西日本四国の管内に関しては以前と時刻変わってません。ちょっとあれだね、急ブレーキかかったんで他の空いてる個室のドアが閉まりました。まあ、こんな感じでね、他の個室のバーンって閉まる音とかも空室の場合はね聞こえたりするんですけども、なのでその東日本の管内だけね時間早まったんですよね。熱海から先は今までの時刻と変わってないので、その分調整があるんで、結構ゆっくり走ります東日本の管内だと。なので、まあ、寝たいんだったらね東日本の管内で寝るのが一番眠りに入りやすいと思いますよ。東海の管内が一番サンライズ飛ばすんで。列車ただいま横浜駅に停車中です。で横浜駅を出発しました。次の停車駅は JR 東海との境界駅熱海です。横浜から熱海までノンストップですから、あでもそっか、サフィール踊り子とかもそうですね。まだ検察来てくれてません。もう少し時間かかりそうです。途中ね、京急とか、あと進行方向右側だったら相鉄とかとね並走するんですけども、その時に車掌さんがたまにねこっちの方に手振ってくれたりしてる車掌さんとかいらっしゃるんですよね。なんかああいうの見るとほっこりして、もうこっちもなんか全力でね手振り返さないといけないなって思ってます。はい、というわけで帝国通り横浜出発しました。今ちょうど列車茅ヶ崎とかその辺を走行しています。先ほど藤沢駅通過しましたね。まあ、こんな感じで前に普通列車とかも走ってるわけで、そんなにスピードを出さないんですよね。大船で先行していた普通列車平塚行き一本追い抜いたかな。まあ、そんな感じでね、もちろんこれ定期列車ですから普通列車とか追い抜くってことはあるんですけども、時間調整も兼ねてゆっくり走ってます。ただいまの時刻は22時56分です。ご案内いたします。この電車は深夜帯を走りますので、これから先の放送によるご案内はお休みの妨げとなりますので、緊急時を除きまして一時中断させていただきます。この先、沼津、富士、静岡、浜松、明朝姫路駅でお降りのお客様、特にご注意ください。お客様にお願いがございます。お休みの妨げになるような大きな声でのお話はご遠慮ください。特にラウンジ内でのお話にはご配慮をお願いいたします。また新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から長時間のご利用はお控えください。携帯電話やスマートフォンは必ず音の出ない状態にしていただきますようお願いいたします。夜行列車では盗難の恐れがございます。貴重品やお手回り品の保管には十分ご注意ください。防犯のためお部屋から出られる際は必ず鍵をおかけください。また走行中お部屋がわからなくなるお客様が発生しております。お部屋を出る際はお手持ちの寝台券お持ちの上お部屋から出るようにしてください。なお、お部屋番号を分からなくなった際は、
5号車と14号車に車掌室がございます。恐れ入りますが車掌室までお越しください。車内の SOS ボタンは扱わないようにお願いいたします。なお扱った場合は列車が急停車いたします。車内巡回中以外は車掌室におりますので、ご用の際は車掌室までお越しください。また6号車、13号車の喫煙個室以外での喫煙は固くお断りいたします。万が一喫煙個室以外で喫煙をされた場合は、火災報知器が動作し、列車が急停車いたします。列車の遅れの原因となりますので、おやめください。まもなくいたしますと、5号車、12号車の伸び伸び座席の通路側の照明が暗くなりますのでご了承ください。なおこの先は JR 各会社ごとに上面交代してまいります。次の放送は明朝岡山駅到着前、 JR 西日本の車掌からご案内をいたします。それでは目的地までごゆっくりお過ごしください。見えるかな、今ちょうど列車ね、熱海に到着したところです。JR 東日本の管内ここで終わり、これ伊豆急行線の車両ですね。ここから先は JR 東海に入ります。もちろんね、あの乗務員さんというのも交代されるんですよね、ここで。はい、そんな感じです。東京出発して1時間と30分です。こんな感じで時刻表とか持って旅行してると結構いいですよ。あのね、今まで紙の時刻表とかっていうのは基本的に使ってこなかったんですけども、なんか最近これ使うようになりました。これで東海道本線を開いて、あ、列車であるわ、追い抜くわとか見ながら旅行するのも結構ね、いいです。熱海駅から JR 東海に入りまして、丹那トンネルを抜けて、ただいま列車は沼津に到着です。向かい側には211系ですね、東海道線の普通列車、あ、でも回送ってなってますね、沼津止まりの列車なのかな。この先も東海道線を下り、富士、静岡、浜松と停車していきます。沼津から乗られる方もそれなりにいらっしゃるんですね。すぐにドア閉まりました。いや、駅員さんお疲れ様です、こんな時間まで。まあでもこんな時間って言っても、そっか、まだ0時になってないからそんなに遅い時間でもないですね。本当にお疲れ様なのは浜松とかあの辺りですかね、1時超えますから。この辺り日中は普通列車ばっかりなんで、基本的にこの東海道線の JR 東海管内をフルでぶっ飛ばす特急というのはサンライズしかありません。ちょっと雨降ってきてますね。沼津駅周辺はこんな感じ、まあ、かなり街の中って感じ、まあ、大都会ですからね沼津は。日付も変わりまして、列車はただいま静岡駅に停車しているところです。これ目の前に見えるのが東海道新幹線ですね。今ドアが閉まりました。静岡駅で乗務員さんって交代ありましたっけ。運転士さんが確か交代したような気がするんですけども、ちょっとあまり詳しいとこまで覚えてません。静岡を出ると次の停車駅は浜松、だいたい50分ぐらいで浜松に到着となります。新幹線ホームはずっと電気つけてるんですかね。今日は満室って聞いてたんですけども、どうやら空室あるみたいで、あの停車するときとか発車するときに空いてる個室のドアがね、閉まったり開いたりするんで、バンバンバンっていう衝撃が結構伝わってきます。特にソロ個室の場合はね、他の個室よりもその衝撃が大きいような気がしますね。
さすがは静岡、かなり大都会ですね。時刻は1時を過ぎたところです。いよいよね、深夜帯って感じがね、増してきました。列車はただいま静岡県の浜松駅に停車中です。浜松はね、1時10分とかの出発なんで、かなり夜遅いんですよね。浜松も新幹線と並行してあるわけですけども、向かい側には N700 系止まってますね。明日の浜松発東京行きのこだま608号とかだったかな、になると思います。浜松を出ると次ドアが開くのは兵庫県の姫路です。姫路まで途中運転停車っていうのはあるんですけども、ドアは開きません。浜松を出発して大体30分弱、列車は豊橋に到着です。この豊橋で運転停車っていうのがあるんですよね。乗務員さん交代されます。東京駅を出発して大体どれぐらいだったのかな、3時間4時間ぐらいかな、辿ろうとしてるところ、愛知県までやってきました。ここからまたさらにね、スピードを上げて名古屋を目指します。ここで秘宝です。豊橋出た後にね、ちょっとうとうとしてたんで横になってたんですよ。全く寝るつもりなかったんですけども、気づいたら寝てましてですね、今ですね、名古屋特に通過して、もう間もなく大垣を通過しようとしているところ、岐阜県を走行しております。もう何してんねんって感じですけどもね、最悪ですわこれ。今回の動画、名古屋通過撮る予定だったんですけども、最後の最後で肝心の名古屋通過撮れませんでした。すんません。というわけで、めっちゃピンピンしてるんですけども、列車まもなく大垣でございます。ちょっとこれまたリベンジしないといけないですね。まあ人間だから、まあこういうこともあるでしょうということで、ちょっと開き直ってるわけですけども、すいません。今回の動画本当いよいよもうなんかよくわかんない動画になりましたね。まあ普段だとこの辺り爆睡してるわけですけども、今日比較的頑張って起きてたんですけどもね。そんなわけで、まもなく大垣です。おそらく大垣は今通過してますね。今通過した駅が大垣でした。サンライズの自宅は一応ね、 JR 東海所有のサンライズに関しては大垣が自宅なんですよね。ここに車庫があるんですけども、まあでも基本的にサンライズがここに入庫するってことはまあないので、暗くて何のこっちゃって感じだと思うんですけども、これあれですね、下りのサンライズ号なんで、垂井駅を経由しないルートっていうのを通ってますね。もう暗くてよく分かんないと思うんですけどもね、実は今通ってるところって結構珍しくて、このサンライズ号の下り列車以外だと、大阪行きの特急飛騨号と、あと名古屋発の特急白鷺号だけなんじゃないかな、一般的に一般旅客が乗ることができる列車としては。今ね、単線を走行してるんですけども、下り線だけこの辺り迂回ルートっていうのが設けられてるんですよね。垂井駅を経由しないルート、今そこをね走ってます。なので普段と景色っていうのは若干違うんですよね。普通列車とかに関しては垂井駅を経由するんで、今走行してるところは通らないんです。
ちょっと難しい話なんですけどね、まあ、あまり深くは触れないでおきます。僕もあんま深くは分かんないんで、まあ、この先でまた合流するんですけども、まあ、これ取れてるだけ、まあ、よしとしましょう。はい、もうそうするしかないですね。今列車は関ヶ原の峠を越えようとしているところです。というわけで列車は滋賀県の米原に到着でございます。23時20分ぐらいにね、熱海を出発して、今ね3時20分とかなんで、4時間で JR 東海の東海道本線のすべて走破したことになります。そう考えるとね、いかにサンライズ号が速いかっていうのがよくわかりますよね。まあ、特急列車なんでね、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけども、この米原で JR 東海の区間は終わり、ここから先は JR 西日本の管轄に入ります。まあ、というわけでちょっと名古屋通が取れなかった、本当に残念ですけども、まあ、今回はここで一旦寝ようかなというふうに思います。はい、本格的にね、次起きるのは多分おはよう放送で起こされると思うんで、まあ、大体3時間ないぐらいかな、2時間40分後ぐらいにおはよう放送流れます。岡山到着前のちょっとそこまで、しっかりと寝ようかなというふうに思ってます。はい、ということでおやすみ、ブラインド閉めて寝ます。広島博多方面恵比寿方601号鹿児島中央行き6時51分22番乗り場、光591号博多行き7時3分21番乗り場です。お近くの階段を上がられまして、新幹線乗り換え口をお越しください。ということで放送で目覚めましたけども、もうあと10分とかで岡山に到着です。12月ともなればね、6時台でもまだ真っ暗、真っ暗というのはおかしいですけども、まだ暗いんですよね。あと1時間ぐらいで終点高松なんで、あっという間ですね。まあそんな感じでぼーっと過ごそうと思います。6時46分3番乗り場です。列車ただいま岡山駅に停車中です。目の前に止まってんのは高松からやってきた快速マリンライナーですかね。もう切り離し作業も終了して、サンライズ瀬戸号は間もなく発車です。まあ一応ねホーム上に売店があるんですけども、まあ瀬戸号はね、まあ、あと1時間もしないうちに到着するんで、まあ、ついでからでいいと思います。朝ごはんとかは出雲号を、ね、利用している方はぜひこの切り離しの間にって感じですね。暗すぎてね、全然なんか起きるモードにならないですね、まだ。とりあえず発車しました。ご覧の通りの暗さです。次の境出までは JR 西日本ですね。次の境出から先は JR 四国に入ります。これ車三列車と高松行きです。次は境出に停まります。下の側にご注意ください。というわけで列車今小島駅に停車中ですね。JR 西日本から JR 四国に変わりました。
小島出て少しトンネルがあるんですけども、トンネルを抜けるとその先が瀬戸大橋です。列車は最後の停車駅であります坂出駅に到着です。坂出を出るともう15分ぐらいで終点高松なんで、ちょそろそろね降りる準備します。まもなく終点高松です。お降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回り品にご注意ください。サンライズ瀬戸号をご利用くださいましてありがとうございました。 Attention please. We will soon be arriving at the Takamatsu terminal. Please be careful not to... 東京から9時間40分から乗ってきましたけども、列車まもなく終点の高松に到着となります。いや、まあ今回ね、あの名古屋駅通過取れなかったのは残念なんですけども、まあもうそれも仕方ないですから、まあまたね近々リベンジしようと思います。まあ以前ね何回か名古屋通過も取ってるんで、あれっちゃあれなんですけども、そんな感じです。まあでもね、あの今回ちょっと割と夜更かししましたけども、まあ、夜行列車はねやっぱ寝るための列車ですから、寝なかったら後悔すると思うんで、寝ることをねお勧めします。はい、そんなわけで今回はソロ個室の下段でやってきましたけども、ありがとうございました。やっぱソロはね上段に限りますね。ゆっくりと高松駅6番線に入線です。向かい側には特急石槌号の松山駅かな、停車中です。あれ、グリーン車がついてますね。普段石槌は3両が基本なんですけども、これは5両なんで、グリーン車付きのちょっと珍しい石槌号です。到着、終点の高松に到着です。帝国通りに到着いたしました。右側に止まっているのは快速マリンライナー岡山行きです。ちなみに今回ね3000番台だったんで、 JR 東海所有の285系でしたね。ということで今回東京から高松までサンライズ B 寝台ソロ個室下段の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。